はい、私はですね、この町の西成区の愛林地区の面白いところも出しますけども、いろんなね、おっちゃん出したりとかして、笑いを取ったりとか、もうそういうこの特化してる人に出しますけども、今日はね、やっぱこの町の本当の良さ、歩きながらちょっと行こうか、この良さをちょっと見せたいと思います。この町ってね、どこまで行っても安くて美味しいっていうのがこの町に根付いてて、やっぱ本当その昭和感もある中でのこの町を、まあ、映して行きたいなと、リアルなところで。で、今日ね、ご紹介したお店はここなんですよ。僕がね、あと、まあ、僕大好きな焼き鳥二郎さんなんでございますね。どうぞ。二郎さんね、移転しまして、今ね、こちらに移転してる、ほんまに。前の風情は残ったままね、新しい奥ゆっくりできるスペースもできたっていう。本当にいい感じなんですよ。で、この中はね、この街を本当にこよく愛したゆっくり飲めるお店になってるので、ぜひそこをご紹介したいなと思います。行きましょう。本当に、ゆっくり飲もう。皆さん、ありがとうございます。おー、偉いな、今偉さん、偉さんかあ、ちょ、間違えました。お前、おい、マジ会いたかったわよ。会いたかったわ。これ何した。いや、これ流れみたいな、このお店を紹介、西側のアイリスクのいいとこを紹介したからって、まさかおると思え。おるに決まってるやんか。まさかおると。ゆっくり飲むって。ああ、ええぞ、今日も緑茶やぞ。あ、お前、わ、すげえ、緑茶おりますよ、この女。おすすめのなんか食べ物ありますか。坂田恵子です。おすすめは私です。食べて、エラ食べて、私のここ食べて。これまだ慎太郎ええやん、これ。慎太郎ごめんな、エラあんたガッて作ったら。いや、俺はいいよ、ワイラブエラで。ちょっとチューされたやつついてる。かわいい。試合頑張った、お疲れさん。いや、あー、チャーンの人、あ、おでん、筋ください。はい、あと、日本酒に行こう。言うたよ、チャーン虫な、これ。ゆうとくん、値段は700円するよ。高っ。高すぎるやろ、言うてんけど。もう、チャーン虫の内容が700円。チャーン虫の内容がもうゴロゴロ700円です。私みたいに。最近思ったよ、可愛いなってきてるよ。はい、みんなに言われる。なんでやろう、なんか正月爆発してたね。年末坂田恵子フィーバー、どこ行っても爆発されたけど、広島までえらいことになって。これどうなる今後は。今後どうする、えら。一緒に考えよ。これからどうしていく、私たち。いや、なんやねんこれ。酒飲めんかって。新しいなんか新しい人格が生まれる。人格生まれる。はい、我慢しすぎて。なんかな、一個でかい企画考えへん。いや、考える。何か、なんやろな、ちょっとみんながやってないことをやりたいんです。ああ、私は。いや、やそこら辺の YouTuber がやってないことを、坂田恵子とエラとしひこで、なんかできたらな。いや、絶対やりましょう。うん、この隣ね、ちょっとエロいんですよ。エロい。顔面お猫。顔面お猫。ええやん。顔面お猫。顔面がお猫だ。顔面お猫。顔面お猫ってかっこいいな。どうなんですか、そう言われて。え？顔面お猫ってお前最高の褒め言葉やぞ、お前。食い物はね、やっぱ二郎さんが昔めちゃくちゃ悪くて、で、あの時代の人って、ね、美味しいもいっぱい食べてるじゃないですか。ああ本当にうまいんかなと思います。私も帽子売れやん。痛い痛いです。なあ、お揃いで帽子かぶり。あ、もう一回、かわいい。あ、ビール飲んで。飲んだらええやん、もう試合終わったからええちゃう。いや、俺今日も会議やねん、この後。あー、え、南で。うん、南で。このね、これなんですよ。うまっ。うん、パクパク食べてる。うん、あ、もう、あ、もう、エラに今度ちょ、エラうまっ。おい、エラの家で料理作らせろ。あ、いや、だエラーズキッチンで。やるやるやるさあ、エラーズキッチン。日曜日やるよ、俺んち料理対決。あ、料理対決、エラーズキッチン。
ちょっと待って、平田料理作るの。うん、全然作ろう。あ、やろうや、あんたとこの台所な、やっぱめっちゃ広いや、うん、いやいや、すいません、すいません、すいません。いやいや、ええねえねえ、私なんか今コーナー1個しかないから。いや、平田さんの家で料理作るで、みんなに振る舞うで。まあ、それしないや、うん、ほんまほんま、みんなで食べや、食べる、あ、全員食べる食べる言うて、おいしい。でも、おいしい、ありがとう。あ、うまっ。あ、ちょ、これ、うん、なんか、いろんな食材、いやね、全員がね、絶賛のチャームズだね。金玉じゃれか、まっさぎだ。見た目は普通の、見た目普通、はっきり言うた方がええの、私みたいな。い、見た目普通やね、高いと思えど、あの、しっかり、あ、うまい、うまいのは、うん、ね、当たり前の、そこに行けば行こうと、うん、そうね。でも柚子の具合がやっぱ美味しいな、うんうん、あー美味しい。あっちゃんこれうまいわ、これうまっ、うん、具だくさん、うん、あ、おいしい。私も食べたエラちゃんこれ美味しい。すいません、茶碗蒸しあと1個ちょうだい、ジロちゃん、うん、エラの金でジロー美味しいです。あ、茶碗蒸しあと1個エラちゃんにつけといて、うん。ジローって安くて美味しいみたいなイメージなんで、茶碗蒸し700円ってどうやねんと思うけど、これありやな。今までこんなんなかったの、うん、なかった。どういうこと。いや、あ、美味しい、美味しいです。で、鶏鍋も出し、あの、やりだしたし、うん、お鍋もやりだしたし、はい、そうだね、ほな、お茶シェイクします。シェイク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 、はい、行きましょう。お茶シェイクシェイクシェイク、イエーイ。うるせえな。これ炭酸やったら最高やもんな。笑った。おいしいですね。ただ泡だけやな。ガチャ。どこ行くのやろ。ございました。ちょっとお前どこ行くね。ねえ、やっぱね、坂田優子じゃね、食レポできないってことで、やっぱこの企画は吸収したいと思います。本当にね、この街の良さをお伝えしたかったんですけど、すぐ声かけられる。今日、お気を感じています。すいませんでした。